今日はもう準決勝か。なんか実感湧かねえけど、俺たちってすごいんだよな。そりゃそうだろ、ベスト4だぞ、ベスト4。今日勝てば決勝だぜ。それにしちゃ女の子のファンが一向に増える気がしないんだよな。こうもっと黄色い声援が。そうそう、こんな風に。ってなんだ、どっからだ。あっちにすげえ数の女の子が溜まってるぞ。どうやらあっちからフランスチームの連中がお出ましみたいだぜ。多分ピエールのファンの子だよ。あれ全部が？フランスじゃどこに行ってもああだったけど、アメリカでも相変わらずみたいだね。ドイツだとシェスターがあんな感じだな。羨ましくないと言ったら嘘になるたい。美咲、ここまで勝ち抜いてくれて嬉しいよ。ティエール、約束通りこの大会で決着をつけることができるな。うん、この試合を楽しみにしてたよ。いいゲームをしよう。ああ、ベストを尽くそう。君が全日本のキャプテンだね。今日はお手柔らかに。よろしく。いい試合にしよう。おい、あのファン集団、こっちにすごい勢いで来るぞ。おっと、それじゃあ失礼。また試合で。今日はあのピエールと中盤の勝負になるだろうな、翼。ああ、楽しみだよ。よし、みんな、いよいよ準決勝だ。今日の相手のフランスは大会開催地を奪われた悔しさをバネにチームを強化し、ここまで勝ち抜いてきた。特にキャプテンのピエールは攻撃も守備も全てにおいて弱点がなく、オールラウンダーとして完成されている。そして選手としてだけではなく、そのキャプテンシーも大会屈指だろう。そしてピエールと並んで注意すべき選手はフォワードのナポレオンだ。強烈な回転のかかった威力あるシュートを武器に、ここまでのフランスの得点のほとんどは彼が挙げている。これまでの試合、我々は相手のエース選手を抑え込んできたが、今回はそのクラスのエースが2人いる。相当な困難が予想されるが、このピエールとナポレオンを抑え込まない限り、こちらの勝利は遠い。絶対にフリーにしないよう常にチェックを怠るな。はい。さらにもう一人、ディフェンダーのジャンも要注意選手だ。彼はこの大会のために招集され、その類稀なるダッシュ力と読みで数々の反撃を防いできた。彼によってチームの弱点だったディフェンスラインは強化され、守備にも奔走していたピエールが攻撃に専念できるようになり、結果的に攻撃力も強化された。ピエールがゲームを作り、ナポレオンが得点し、ジャンが反撃を防ぐ。シンプルな戦術だが、だからこそこれを破るのは難しい。それはここまでの彼らの結果が証明している。だが今の君たちの姿は、もうアメリカに渡ったばかりの君たちからは想像できないほどたくましい。いくつもの強豪を倒してきた君たちの力もまたすでに証明されている通りだ。決勝、そして世界一はもう目の前だ。自分たちを信じ、勝利でその力を証明してくるんだ。いいな。はい。みんな、少し聞いてほしい。どうしたんだい、美咲くん。今日の試合、ピエールのマークは僕に任せてほしいんだ。珍しいな、お前からそんなこと。前に一度話したけれど、ピエールとはフランスで1対1の勝負で引き分けたことがあってさ、その時この大会で決着をつけようって約束したんだ。きっとピエールも僕との勝負を望んでいると思う。だからわがままかもしれないけど、
ああ、俺も賛成だぜ。美咲の気持ちはよくわかる。小四郎、男として1対1の勝負も重要だ。ライバル同士で決着がつけられなきゃ、試合に勝っても悔いが残るぜ。ありがとう小四郎。わしも美咲の男気は受け取ったたい。まあ美咲がピエールをやってくれるなら、ナポレオンは俺らディフェンダーがしっかりと抑えてやるぜ。美咲くんなら安心して任せられるよ。もしもの時はみんなでカバーするから、思い切りやってきなよ。ありがとうみんな。それじゃみんな元気出していこうぜ。ああ、行くぞフランス、決勝へ行くのは俺たちだ。美咲、ついに決着をつける日が来たな。今日は君に勝ち、そして試合にも勝つ。そのための準備を俺はしてきた。なんだとてめえ、もういっぺん言ってみやがれ。一度でわからないのか。本当に君の頭の悪さは想像を絶するよ。何？そうやってすぐにカッとなるから、何度も懲りずに出場停止を食らうんだ。大体何だって君みたいな暴力的な男がこの代表にいるのか、僕は疑問で仕方がないよ。うるせえ、もう許さねえぞ。二人とも試合前だぞ、やめるんだ。お前には関係ねえ、邪魔するなピエール。キャプテンに向かってその口の利き方は何だナポレオン。いい加減にしないか。みんながこの大会にかける気持ちがどれほどのものか知らないとは言わせないぞ。悪かった。試合に集中してくれ。そんな気持ちで勝てるほど日本は甘いチームじゃない。みんなもいいか、今日の相手日本の力は本物だ。番狂わせやダークホースなんかじゃない。紛れもなく大会を代表する強豪だ。気を引き締めてかからないと勝てる相手じゃないぞ。ナポレオン、ジャン、二人は攻守の要なんだ。しっかり頼むぞ。ああ、守備は僕に任せて、安心して攻撃してくれ。何点でも取ってやるから任せときな。俺こそがナンバーワンストライカーだって証明してやる。ああ、俺たちは大会を奪われたあの日からこの大会の優勝を目標に力いっぱい走り続けてきた。その目標まであと2つ。必ずこの大会に優勝して奪われた誇りを取り戻すぞ。ああ、さあ熱戦の続くジュニアユースワールドチャレンジもいよいよ準決勝と決勝を残すのみとなりました。本日行われる準決勝、最初の試合は日本対フランス。準決勝まで駒を進めた日本の躍進を大会前に誰が想像していたでしょうか。日本はこのアメリカに渡ってからというもの、一試合戦い抜くごとに確実に力をつけ、今や世界を驚かせるまでに成長しました。優勝候補と呼ばれる国をも倒したこのチームは立派に優勝を狙える存在になったと言えるでしょう。対するフランスは驚くほどの完成度を誇るチーム。大会得点王を狙うストライカーナポレオン君、未だ大会無失点の守備を支えるジャン君、そしてこの攻守2枚の強力な駒を指揮するフランスの将軍、万能のゲームメーカーピエール君。こういった有力選手の高い能力はもちろんですが、さらに彼らは極めて高いモチベーションを持ってこの大会に臨んでいます。それはジュニアユース国際大会の母国開催を逃した悔しさ、それがこの大会に対する強い思いと熱意となり彼らの力をより引き出しているのです。今日の試合に勝ち決勝へのチケットを手にするのは日本か、はたまたフランスか。いよいよキックオフです。美咲、試合前の約束覚えているな。もちろん、僕は逃げも隠れもしない。決着をつけよう。君との勝負に勝って試合にも勝つ、決勝へ進むのは俺たちフランスだ。僕だって負けるつもりはないよ。
おい、いつまでやってんだ。早く始めようぜ。ナポレオンもよろしく。無駄だとは思うが、まあせいぜい頑張るんだな。翼くん、あのナポレオン、ん？あの通りのやつだけど、パワープレイだけじゃない。この前の試合で見せたピエールとのコンビプレイだね。うん。じゃあこの試合、美咲くんとピエールの対決だけじゃなく、俺たち二人とあの二人の対決でもあるね。俺たちは誰にも負けないコンビだって見せてやろうぜ、美咲くん。うん、翼くん、一緒に頑張ろう。よし、行くぞフランス。決勝に行くのは俺たちだ。お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。全日本対フランス、選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭に、おなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、フランス4人で中盤を構成する形になっています。フィールドのアーティスト、ピエール君とキャノンシューターナポレオン君のホットラインは要注目。そして守備の要、ジャン君が後方を支えます。まもなくキックオフです。全日本行くぞ、美咲。日本来い、ピエール。美咲君は俺がフォローする。ここで作戦を変えてきました。ソーダ君、ワンタッチで送る。ミサキ行くよ。かばして振り切った。はっ、それよし、ドリブルでボールを吐く。ふん、僕を抜けると思うな。激しいタックル、ピエール。この俺が負けた。何かわす、僕を突破したかと。マルセル君、ここは抜かせません。チャンスが決まった。息の合った連携プレーが見れるのか。短いパスの連携、ここでスルーパス。美咲君、シュートだ。俺が彼に負けなければ。決まった。パントキック、どこまで。美咲、君との勝負のために俺は新たな力を身につけた。行くぞピエール。美咲、君じゃ今の俺には勝てない。これが俺の、こ
エトワールルーレットだ。そんな、そら、ドリブルで突破、連続突破で見せます。ハイスピードでかわす。ジャン君、ボールを奪うことができません。タイガーショット、一撃がゴールを襲う。パントキック、どこまで運べるか。ナポレオン君、ロングパスを受けます。敵陣を切り裂く。チャージが決まった。ボッシ君、スライディングでカット。全日本、この作戦勝利は今後どうするか。マサオ君、激しいタックル。ミサキさん、前半もすでに15分が経過しました。俺の勝ちだ、ピエール。ミサキ君、あと、ここは2人で仕掛けてきた。翼くん、ゴールを狙う。アモロくん、ゴールを割らせません。パスを受けた。翼くん、タックルを決めた。このタックルは不発に終わります。翼くん、ゴール前です。ロストくん、タックルを決めた。パスを出します。ロストくん、ここは抜かせません。ミサキくん、パスを回す。そりゃどうだ。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。下がるもの、全て受け止めろ。真正面からゴールを受け止めた。信頼してくれるみんなのために。カット、どうだ。立ち下がるもの、全て受け止めろ。それぶつかっていった。ミサキ君、ここは2人で仕掛けてきた。君は僕が止める。この負けるもんか。ミサキ君、激しいタックル。もらった、スピードに乗ったドリブル。それ行け。これスピードでかわって、次々にかわしていく。パントキックで大きく蹴り出した。ミサキ君、ロングパスだ。ミスミ君、体を反転させかわした。もらった。華麗に回収に向けたシュートだ。アモロ君、このシュートに反応している。ドゴール君、このボールを拾います。カクロ君、激しいタックル。翼君、これは南米式のドリブルだ。ジャン君、このスライディングが決まった。体ごとぶつかっていった。センターラインを越えて攻め込む。ドリブルで突破。敵陣を切り裂く。チャージが決まった。行くぞみんな、突撃だ。一斉突撃だ。ピエール、油断したか。全日本、この作戦指示がどうするか。ジャン君、ここで止めた。ミト君、トタイ。よしみんな、前半の戦いぶりは見事だったぞ。しかしフランスのこの大会にかける執念は凄まじい。最後まで絶対に気を緩めるな。はい。みんなごめん。僕がピエールを抑えられてればもっと楽な試合展開だったのに。何言ってんだよ、勝ってるんだから気にするなって。ああ、ピエールは明らかに岬に注意を向けてる。それだけでも立派なマークになってるぜ。うん、ありがとう。でもフランスで対決した時からピエールがあんなに成長したなんて、僕は悔しい。そんな、岬くんだってこの大会期間中たくさん努力してきたじゃないか。何があってもみんなでカバーする。だから岬くんは努力の成果をピエールに見せてやるんだ。翼くん。ああ、試合はまだ終わっちゃいねえ。決着をつける時間はまだあるぜ。小次郎もありがとう。そうだ、僕は負けたくない、みんなに迷惑をかけたくない、そんなことばかり考えていた。だからどうしても気持ちが縮んで動きも小さくなってしまっていたんだ。
もしも失敗しても、僕がピエールに負けても、みんながフォローしてくれる。だから強い気持ちで思い切り行くんだ。しかしピエールはもちろん、ナポレオンも注意しなくちゃな。ああ、プレーは荒っぽいが、それだけじゃないな。ディフェンダーの目で見るとプレーの状況判断も悪くはない。タッチの悪いやつだい。そのピエールとナポレオンだけど、ここはもちろんコンビプレーにも注意が必要だろう。後半も引き続きエッフェル攻撃と2人のシュートには気をつけよう。それだけじゃねえ、あのジャンってやつも油断ならねえぜ。確かに彼が後ろに控えていることでディフェンスラインに芯が1本通ってる。あのマークを振り切らないことにはこれ以上の追加点も簡単ではないですね。うん、逆に言えばフランスの守備は彼に依存しすぎている。後半はそこをついていくのもいいと思う。お、さらに勝ちが見えてきたな。とはいえ全体のバランスで見れば僕らとチームの力自体にそう差はない。だからこそ油断やきっかけ一つで簡単に逆転を許してしまう。後半のフランスは前半以上に死に物狂いで来るはずだ。こっちもそれなりの覚悟が必要だろう。美杉君の言う通りだ。この試合勝っているからって余裕を持っていられる試合じゃない。もう一度試合を始めるくらいの気持ちで気を引き締め直して頑張るぞ。そしてこの試合勝とう。勝って決勝に行くのは俺たちだ。おう、なんだなんだ、ディフェンスは任せろとか言ってたヘボディフェンダーはどこのドイツだろうな。そいつが仕事しねえから負けちまうよなあジャンよ。そういえば試合前に何点でも取ってやると体現装具を吐いていたフォワードがいたな。そいつが1点でも取れば試合展開も違ったろうに。まさか自分の無能を人のせいにするような意気地なしだったとはな。なあ、そう思わないかナポレオン。昔やがるじゃねえかこの野郎。ピエール気は済んだかナポレオン。ジャンもだ、仲間同士これ以上争って何になる。そもそも二人が争う必要などない。前半苦戦した責任は俺にあるんだからな。ピエール、俺のゲームメイクがうまくいっていれば俺たちのリードで折り返せたはずだ。それに俺が攻撃にかまけすぎて知らず知らずのうちにディフェンダーに負担をかけていたんだ。そんなことはない、守備の責任は僕にある。ピエールの前じゃ仕様らしいこと言うじゃねえか。悪かったよ。ジャンはよくやった。だがこのままでは俺たちは勝てない。だから後半は方針を切り替えて俺も守備に参加する。待ってくれ、ピエールにそんな負担をかけるわけにはいかない。確かに前半はやられはしたが後半は絶対に。ジャン、これ以上失点すれば本当に勝ち目がなくなるかもしれない。この大会俺たちは何としてでも勝たねばならない。そうだろ。君に本物の自信と誇りがあるならば彼らの強さを認められるはずだ。分かった、キャプテンに従おう。みんな後半チャンスが来たらあれをやる心積もりをしておいてくれ。何？え？本当に？ピエール、おいおい、決勝まで隠しとかなくていいのか。今日の試合に勝たなければ次もないんだ。出し惜しみをするべきじゃない。確かにな。ま、しゃあねえか。君たちも感じたと思うが日本は強い。しかし自分をチームメイトを信じてプレイすれば必ずこちらにペースが来る。そして最後に勝つのは俺たちだ。ああ、
くぞピエール。全日本そう来るのか。美咲、美咲くん、後ろには俺たちがいる。チャンスが決まった。いけ、よし。美咲くん横にかわして、翼くん、あと、ここは2人で仕掛けてきた。ピエールくんボールを奪った。ここはパスを出した。美咲、ヒューガくん激しいタックル。マサくんパスを出します。ピエール、君の成長は想像以上だった。だけど僕もこの日本代表で努力を重ねてきた。行くぞピエール、今度は僕が勝つ。来い美咲、君は俺が止める。何これは。ここか。力を貯めて強烈なシュート。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。それああ、翼くんボールダッシュ成功。息の合った連携プレーが見れるのか。ここでワンツーパス。美咲くんここから打ってきた。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。もらったぞ。パスを受けた。君には負けていられない。抜かせません。それもらったのテクニックを見せつける。翼くん絶妙な連携プレーを見せつけるか。短いパスの連携、シュートを放った。アモロくんゴールを守った。はっ、このタックルは不発に終わります。水木くん、ここは抜かせません。よし、飛行士の華麗なものだ。急にセンターラインを越えて攻め込む。よし、マサオ君ここは抜かせません。スライディングで止めた。マサオ君激しいタックル。あと、ミサキ君、ここは2人で仕掛けてきた。ミサキ君、ここからチャンスを作れるか。翼君シュートを放った。いけ、いくぞ。スライディングで止めた。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。タイガーショット、ここから発進だ。アモロ君ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。マサオ君激しいタックル。翼君素早く回ります。チャージが決まった。パスを奪い返した。スライディングで止めた。いけ、奪い返した。一気に踏み込む。体ごとぶつかっていった。ピエール、ジャン君スルーパスを狙う。美咲君激しいタックル。まだだけ、これはドライブシュートか。家を騙しシュート。さらに凄まじいシュートだ。あと、これも弾いた。こぼれ球をものにした。今だみんな、制服だ。フィールドを制服するのだ。フランスは全員が攻め上がる。よし、奪い返した。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。パスを出します。翼くんスルーパスを狙う。フェレーリくんボールを奪うことができません。クルータくん激しいタックル。かわして振り切った。翼くんここは抜かせません。モルタくんボールダッシュ成功。パスを出す。美咲くん激しいタックル。翼くん、ここは2人で仕掛けてきた。ここでスルーパス。美咲くんここから打ってきた。さあボールを抑えた。チャージが決まった。これはタッチを終わります。フランス、ここでスローインを得ました。ここは抜かせません。後半もすでに30分が経過。もらった。ここからゴールは生まれるのか。翼くん、ここは抜かせません。美咲くん、ここはパスを出した。美咲くん、よし、センターラインを越えて攻め込む。ヒューガくん、得意の直接のドリブルだ。ネオタイガーショット。このボールに空落ちて反応。これがネットに突き刺さる。
これを決めなきゃストライカーじゃねえ。食らった、食らえ、ネオタイガーショット、ここだ、劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。優勝まで、世界一まで、あと一歩だぜ。ああ、長い戦いだったが、もう少しだな。本当だ、僕たちはこの大会中にこれだけ世界に通用するチームになったのか。ああ、もう最低でも準優勝だからな。何言ってんだ兄ちゃん、ここまで来たんだ、優勝しようぜ。そうたい、目標は優勝、これ以外はありえんたい。ああ、俺たちが世界一だって証明してやろうぜ。みんな、すまん、俺のせいだ。ナポレオン、あんなこと言って俺がもっと点を取っていれば。気にするな、ナポレオン。じゃあ、フランスがここまで来られたのはお前のおかげでもある。相手が一枚上手だった、ただそれだけだ。ジャンに慰められるなんて、クソ、悔しくて泣けてくるぜ。強がりが出るなら大丈夫だな。泣くな、ナポレオン。こういう時は敗者だろうと胸を張るんだ。ピエール、悔しさはみんな一緒だ。負けはしたが、誰一人欠けてもフランスはここまで来られなかっただろう。そうだな。みんなも、俺たちは全力を尽くして正々堂々戦ったと誇り高く胸を張ろう。ああ、潔く負けは認めよう。さあ、誇り高き敗者として日本にエールを送りに行こう。くそ、しょうがねえ。敗者には敗者の礼儀ってもんがあるからな。君が礼儀だと？うっせ！美咲、おめでとう。悔しいが、今日はやられたよ。ピエール、うん、ありがとう。でも、今日の僕はピエールに勝ったとは言えないよ。いや、一対一の勝負、イコールチームの勝負。今日は俺の負けだが、俺たちの勝負はまだ始まったばかりだ。うん、僕たちがサッカーを続ける限り、僕らの勝負も続くよ。またいつか、今度は俺からの挑戦だ。その時は受けてくれるな。もちろん、その時を楽しみにしてるよ。俺もだ。決勝戦も頑張れ。絶対に優勝しろよ。うん、ありがとう。フランスの分まで頑張るよ。まさか日本に美咲や翼の他に君のような選手もいたなんてね。俺もオールラウンダーとして自信を持っているが、君は新たなライバルとなりそうだ。その調子で決勝も頑張れよ。この僕が1対1で引けを取るなんて今でも信じられないよ。君は P
ピエールと同等くらいの力があるのかもしれないな。フランスが再びワールドカップ優勝を狙うにあたって危険な相手になりそうだ。確かに今日は僕の負けだ。だが次は見ていろ。必ず僕が勝つ。じゃあまたな。うん。ピエール、すごい選手だったよ。キャプテンとして俺も見習うべきところの多い人間だった。うん、本当に手強いライバルだよ。けどこれでまだみんなと一緒にサッカーができるんだね。そうさ、美咲くん、あと残す一戦全力で楽しもう。うん、優勝でこの大会を終えて最高の思い出にしよう。うん。よくやったぞ翼、お前は本当にすごい選手に成長している。もう俺などいなくても。もしもし、ロベルト。バルバス監督、この前の試合は君の忠告通りになってしまった。翼大空、彼がうちのディアスと互角以上に渡り合うとは。実はその翼大空だが、彼をアルゼンチンのプロリーグにスカウトしようと思っていてね。え？アルゼンチンの宝ファン・ディアスとあれだけの戦いができるんだ。アルゼンチンでも彼のプレーはきっと通用する。ちょうどディアスは今シーズンからプロのトップチームでプレーする予定だ。翼ほどの才能ならばそこでディアスと競い、今よりももっと力を伸ばすことができるだろう。もしも翼が日本一のサッカー選手になるつもりなら3年後でもいいんだが、紛れもない世界のトップを目指すならば3年後では手遅れだ。今世界に羽ばたくしかない。お願いです、翼はブラジルへ渡りロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。その翼の夢を今度こそ叶えてあげてください。俺はブラジルへ行って世界一のサッカー選手になるんだ。ロベルト。ああ、すみません。そういえば翼は君の教え子だと言ったな。なぜその時彼をブラジルに呼ぼうと思わなかったんだ。まあいろいろと。そうか、ならばそれ以上は立ち入るまい。とにかくこの大会の決勝が終わるのを待って、私は翼大空に正式に契約を申し込むつもりだ。翼がアルゼンチン。そういえばロベルトはまだアメリカにいるのか。ええ、監督をしている少年サッカーチームの親善試合で他の州にいます。そうか、では都合がついたら久しぶりに食事にでも行こう。それじゃあまたな。翼、翼、俺は。いいかみんな、前の試合までみんなの意思を尊重してそれぞれが好きなようにプレイするのを認めてきた。しかし今日は違う。各人がバラバラに戦っていてはいくら俺たちといえど勝てる相手ではない。個人の世界へのアピールタイムは終わった。今日のドイツ戦は全員一丸となって勝ちに行く。いいな。あ、今日のブラジルは今までとはレベルが違う相手だ。しかし我々の力があれば勝てない相手など世界中に存在しない。自信を持っていけ。はい。さらに今日から新しい戦力が合流した。入ってきたまえ。
こいつはブラジルとドイツか。次はどっちかと当たるわけだけど、そのことを忘れて見ちまいそうな組み合わせだぜ。さてどっちが勝つだろうな。そりゃドイツさ。ブラジルも強いが選手の層の厚さが違う。でも俺が見るところドイツは中盤から前はすごく強いけどディフェンスはちょっと落ちる。ブラジルは守備が安定しているし攻撃にはカルロスの突破力とシュートがある。ブラジルにも十分チャンスはあると思う。譲らないね二人とも。お、両チームの選手たちが入ってきたぜ。誰だあのドイツのゴールキーパー。でかい、2メートル近くはある。まさか奴は幻のゴールキーパーデューター・ミューラー。そういうわけじゃないが、ドイツのサッカー界で奴の噂を知らない奴はいないだろう。ある時ドイツのプロリーグの優勝チームが山奥の小さな村でミニキャンプを張った時に村のチームとエキシビションマッチをしたんだ。最初はプロの選手も遊び気分だったらしいが、途中からは本気になってシュートを何十本も打った。しかしそれでも村のチームからゴールを奪えなかった。それは村のチームのゴールキーパーだったミューラーがプロのシュートを全て防ぎ切ったからなんだ。プロのシュートを全て？ミューラーの実力を見たプロチームの監督はその場でプロに誘ったんだが、奴は山を降りることを嫌ってその誘いを断った。ドイツの山奥に住む15歳の天才ゴールキーパーデューター・ミューラー、それが幻のゴールキーパーの伝説さ。でもよ、それ噂なんだろ？本当なのか？それはこの試合ではっきりするだろうぜ。さあ、ドイツのキックオフで試合が始まりました。一方のブラジルは珍しくゴール前の守りをがっちり固めている。ドイツの攻撃力をそれだけ警戒しているということか。これじゃあ簡単にはエリア内まで入れませんね。なら俺のシュートでこじ開けるまでだ。あとシュナイダー君、やや遠目からだがシュートに行く。取った。ケイジーニョ君、打てば決まっていたシュナイダー君のファイヤーショットを取った。やる。これが噂のファイヤーショットか。さすがにすごいな。なんかボールが焦げ臭いや。あのブラジルのゴールキーパーファイヤーショット。さすがブラジルの代表というべきか。あれほどのゴールキーパーだったとは。相手が固めたところを抜けていく、それが俺のテクニックさ。ハイネ君のドリブルは今日も好調。ブラジルディフェンスを翻弄する。そんな調子がいつまでも続くと思うな。ここでアルベルト君のタックルが炸裂。ここまで無敵だったハイネ君が止められた。カルロス、ここでボールがカルロス君に渡った。お前に仕事はさせねえぜ。しまった。カルロス君を抜きシュートに行く。何？取りました。デューター・ミューラー君、カルロス君の鋭いシュートを難なくキャッチ。カルロスのシュートが止められた。
あれがミューラーか。君のタックルがカルロス君を引っ掛けてしまった。ペナルティーエリアすぐ外からのフリーキック、ブラジル、これは願ってもないチャンスだ。すまん、わしとしたことが。いや、あのまま抜かれていたらもっと決定的なピンチだった。ここで止めたのはさすが仕事師だ、カルツ。シュナイダー、このフリーキックを蹴るのはやはりカルロス君でしょう。ドイツ守備陣、ゴール前に壁を作ります。壁はいらん、かえってシュートが見にくくなる。な、本気かよ。ミラ、任せたぞ。あっと、ドイツ壁をすべてどけた。これではブラジルにミスミス決定機を与えるようなものだ。俺にその態度後悔させてやる。行くぞレオ。おう。さあ、レオ君が蹴り出したボールにカルロス君が走り込む。全くのフリーから渾身のシュートだ。くらえ。何？止めた！カルロス君の渾身のウィニングショット、ミューラー君ががっちりとキャッチした。ミューラー、今だ、俺にボールを。いいだろう。ミューラー君、素早いスローイングでシェスター君にパスだ。行くぞ。さあ、ドイツの逆襲、シェスター君が上がっていく。それをブラジルの選手が追いかける。はい、俺はお前が嫌いだった。ドイツ国内の大会で負けたこと、そして代表でポジションを奪われたこと、嫉妬と言われたら言い返す言葉もない。しかし、お前のリハビリに励む真剣な姿勢やサッカーに対する情熱を見て、俺は自分の小ささを知った。ハイネ、お前は素晴らしいサッカー選手だ。シェスター君、これはうまい。ブラジルディフェンスの狭い隙間を通してハイネ君にボールを通した。行け、ハイネ。ブラジルを切り裂けるのはお前だけだ。シェスターさん、行くぞブラジル。ドリブルにかかるハイネ君。みんな行け。おお。そこにアルベルト君の指示でブラジルディフェンスが集団で襲いかかる。どんどん来い、今の俺は無敵さ。これはすごい。ハイネ君、信じられないステップでブラジルのタックルの嵐をかわしていく。かかったな、ハイネ。ここでアルベルト君ダッシュ。ハイネ君のステップの終わり際を狙って猛烈なタックルだ。ハイネ君、体勢が悪い。これはかわせないぞ。来い、アルベルト。俺は負けない。この大事な場面、俺に全てを託してくれたシェスターさん、そしてドイツ国内で調子づいてた俺に世界を目指すスケールの大きさを教えてくれたシュナイダーさん、俺のちっぽけさを気づかせてくれた人たちのために、この勝負絶対に勝つんだ。何？ぐい！これはハイネ君の強引な突破。体格に勝るアルベルト君を吹き飛ばした。
来い、ハイネ。マーガスさん、そうか、頼みます。ハイネ君、ゴール前にボールを上げる。そこにマーガス君が走る。俺の自慢のヘディングを食らえ。くそ、ここは俺が。そのマーガス君にレオ君が競り合いに行く。来なよ、あんたのシュートを取ってもう一回カウンターだ。行くぜブラジル。なんとマーガス君、このボールもスルーした。何？そのスルーしたボールにマーカーを外したシュナイダー君が走り込む。頼んだぜキャプテン。それならそれも面白い。シュナイダー、勝負だ。ケイジーニョ君、シュナイダー君に向かって飛び出していく。カルツ、ミューラ、シェスター、ハイネ、そしてマーガス、みんなの闘志が乗ったこのボール、絶対に決める。決まった。シュナイダー君の全身全霊のファイヤーショット、世界のエースの一撃がブラジルゴールを貫いた。すごい。若林、今のは。ああ、ついに壁を突き抜けたか、シュナイダー。ここで試合終了。歴史に残る大激戦は劇的な幕切れ。試合終了間際、エースシュナイダー君のスーパーゴールでドイツが決勝進出を決めました。ピッチ上、ドイツイレブンの歓喜が弾けます。ナイスシュート。あれは俺でなければ止められなかっただろうな。シュナイダーさん、やっぱシュートは俺よりすごいですね。ちょこっとだけ。ハイネはみんなの魂が乗ったボールだ。あれを決めるのが俺の役割さ。やったな、シュナイダー。あ、マーガスもナイススルー。わし顔負けの仕事だったぜ。シュナイダーがマーカーを外したのがチラッと見えたから注意を引きつけなきゃと思ってさ。ハイネも俺の意図をよく察してくれたよ。いつも言ってるじゃないですか、俺はそういうのに気づけて活かせるプレイヤーなんすよ。ハイネ、チェスターさん、世界一まであと一つ、よろしく頼むぜ。ええ、こちらこそ。みんな、俺たちは全力で戦い負けた。悔しいが、それが現実だ。この悔しさを持ち帰って成長して、次の大会で必ず晴らそう。最後のシュートすごかったな。指が全部いかれてるもんな。あいった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 。でもあれを取れたらかっこいいよな。次の大会には絶対に何とかしてみせるぞ。ブラジルを優勝させる、そのためだけにクラブは俺をこの代表に派遣した。それなのに負けた。俺は負けたんだ。なぜだ。何が足りなかったんだ。そうか、分かったよ神様。もっと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 勝利のために全てを捧げろって言うんだな。俺はカルロス・バーラ、世界一のサッカー選手になることだけが今の俺の存在意義。今の俺はそれだけなんだ。カルロス。ブラジル負けちゃったね。仕方ないよ、これがサッカーだからね。僕たちは強くなっていますけど、それはドイツも同じみたいですね。プレマッチの時から差が少しは埋まったのかな。そうよ、
わしらはそういう相手を求めて世界に出てきたはずたい。なんか俺もすげえワクワクしてきたぜ。よしみんな、これから帰って練習だ。このドイツに勝って世界一になるためにできる限りの準備をしよう。いよいよ明日は決勝戦。渡米してきた当初を思えばよくぞここまで来たものだ。世界一まであと一つ。ぜひとも彼らに勝たせてやりたいが。片桐君、ちょうどよかった。選手たちを集めてくれないか。これからミーティングを行おうと思う。三上さん、それが選手たちが誰一人部屋にいないんです。え？アメリカ、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、フランス、ブラジル、そしてドイツ。翼の言う通り世界は広いよな。すごい奴らがどんどん出てきやがる。日本しか知らなかったわしたちは本当に胃の中の蛙だったたい。ああ、アメリカに来て世界の奴らと戦って初めてそれが分かったぜ。最初のアメリカ戦、あの試合で俺たちは持っていた自信を打ち砕かれた。翼さんですら潰される相手に僕たちは何もできませんでした。そして次のドイツ戦、俺たちは本物の屈辱を味わわされました。カール・ハインツ・シュナイダー、世界には想像以上の力を持った選手がいるってことを心の底まで思い知らされた。でもその敗北があったからこそみんなは努力し始めた。見すぎ、ここまで来ちまったんだ。もう逆戻りはできねえ。俺たちは走り始めちまったんだ。世界という目標に向かってな。ヒューガ、そうだ、俺たちは日本で翼を中心に競い合ってきたが、これからは世界がその舞台だ。ああ、これからもずっとサッカーを続けていくからには世界を目指していく。どんなに苦しくたって僕たちはもう止まらない。目標に向かって全力で走り続けていく。ああ、俺たちの目標は世界。世界一。うん、悪くない響きだな。みんな、俺感じるよ、今みんなの目標が一つになったこと。俺が幼い頃から夢見ていた日本のワールドカップ優勝という一番大きな目標、その夢を共に見て共に目指せる力強い仲間たち、俺最高に嬉しいよ。よし、まず優勝だ。日本が世界一になるためにこのジュニアユースワールドチャレンジ必ず優勝しよう。みんな翼、おう、そうともよ。すげえやつらを全部倒して世界のてっぺんに立ってやるぜ。翼、明日のドイツ戦は中盤を抑えるのがどちらになるかで決まる。ドイツの中盤、ハイネ、シェスター、カルツはとてつもなく手強い連中だが、お前がいれば勝負を挑める。まず中盤を抑えた上であのシュナイダーと勝負だぞ翼。みんなこんなところにいたのか。しかもその姿は。はい、明日のために最後の練習をしていました。監督、俺たち明日も勝ちますからね。明日勝って優勝して、優勝カップを持って日本に凱旋する。そう行きましょうよ監督。みんな、君たちの向上心は本当に恐れ入る。大人の私たちが教わることばかりだ。君たちのその頑張りを私が無にするわけにはいかない。できる限りのことを私もしなくてはな。ああ、そのためにこれから宿舎に帰ってミーティングを開くぞ。はい、
監督、ミーティングが終わった後夜食を食っていいですか？お前まだ食う気かよ。ああ、宿舎のおにぎりうまいからな。実は豆腐のお味噌汁もかなりいけるんだぜ。浦部、やっぱり豆腐屋の息子なんだな。うるせえ。ユニフォーム似合ってるよ。ありがとう。頑張ろう。面白いやつだな。やるな。なんだお前。あ、なんだ。
さあ、ついにこの日がやってまいりました。記念すべき第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝戦。決勝のカードは優勝候補筆頭としてここまで勝ち上がってきたヨーロッパナンバーワンチームドイツと、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、そしてフランスと、あまたの強豪を撃破し驚異の快進撃を続けてきた日本の対戦です。果たしてこのジュニアユースの世界大会、その優勝の栄冠に輝くのはどちらのチームになるでしょうか。決勝戦、翼、お前はとうとう世界一を争うこの場まで来たんだな。翼、俺はやはりロベルト、バルバス監督、こんにちは。来ると思っていたよ。君の教え子の晴れの舞台なのだからな。バルバス監督はやはり翼をスカウト。ああ、今日の試合が終わったら正式に話をさせてもらおうと思っている。翼がアルゼンチンに来たらまた勝負ができる。そうしたら今度は借りを返してやるぜ。バルバス監督、今日の試合どちらが勝つと思います？まあ残念だがドイツだろう。いくら日本に翼大空がいるとはいえ、ドイツには勝てまい。ドイツの選手層は厚い。もしうちにスカウトできるとしたら何人と交渉することになるかな。だったら、もし日本が勝ったならそのスカウトの話待ってくれませんか。え？俺が先にブラジルに、俺のチームにスカウトします。ロベルト、ついにここまで来たんだ。3年前の全日本少年サッカー大会で彼らを見たとき、私は日本サッカーを変えるのはこの世代だと直感し、これまで強化を図ってきた。特に大空翼、彼がブラジルに渡らずに日本に残ったのは日本サッカーのためには良かったのかもしれん。翼という格好の目標ができ、打倒翼を目指して同じ世代の選手たちが燃え、自分たちのサッカー技術を磨いた。そして3年後、日向小次郎は翼に追いついた。他の選手たちも翼を中心に成長し続けた。翼もまたライバルに追われながら、日本にはもう戦う相手がいないほどに成長した。そのみんなに加え、ドイツとフランスに渡り修行を重ねた三崎と若林、彼らが合流した真の全日本ジュニアユース、彼らはついにここまで来たんだ。しかし、ここで満足しちゃいけない。このドイツジュニアユースを倒してこそ本当の道は開けるんだ。我々の夢、日本のワールドカップ優勝という大きな夢への道、その第一歩がこの大会に優勝してこそ踏み出せるんだ。あれは、よし、みんなミーティングを始める。今日のことは昨日話した通りだが、一通りおさらいしておこう。では頼む。ドイツで注意すべき選手は何と言ってもシュナイダーだ。奴の実力は他の選手とは別格だ。特にブラジル戦の最後に見せたあのファイヤーショットは、正直俺でも止められるかわからん。ディフェンダーはシュナイダーを徹底マークして、送られてくるパスをできるだけ阻止するんだ。ああ、へへ、いざという時はこの俺が顔面で止めてやるよ。そうだべ、石崎、あんなシュート食らったらただでさえひどい顔がさらに見られねえ顔になっちまうぞ。うるせえ、男は顔じゃねえんだよ、心だ心。石崎は男たい。そしてゴールキーパーのリューター・ミューラー、彼は体が大きくシュートを止めるパワーも強い。しかも巨体に似合わず反応速度も抜群だ。
生半可なシュートは通用しないだろう。僕たちの基本的な戦い方はシュナイダーのシュートを極力減らしてミューラーに何本ものシュートを打ち込むこと。そのためにはどうしても中盤を制する必要がある。だがその中盤にはハイネがいる。あいつのドリブルとパスは翼にも匹敵する。彼に自由にプレーされたらシュナイダーにボールが渡る機会が増えてしまう。そういうことだね。そうだ。しかしハイネを抑えてもまだシェスターとカルスがいる。今大会2人はボランチで出ているが本来は攻撃的な選手でテクニックにも優れている。絶対に油断できない相手だ。ものすごく分厚い中盤ですね。いかに翼といえど苦しい戦いになるだろうが、なんとか中盤を制してくれ。頼むぞ。うん、必ずやってみせるよ。翼くん、僕たちもついてる。みんなで戦おう。うん。ドイツは強い。だがひるむことはない。プレマッチの時の君たちとはもう違うんだ。今まで培ってきたものを精一杯発揮すれば必ず結果はついてくる。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。よし、行くぞみんな。ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。ああ、今日の相手日本はプレマッチでも戦ったが、今の日本はあの時とは全く違うチームだ。しかしだからといって恐れることは何もない。世界最強なのは間違いなく我々だ。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。父さん、いよいよだよ。この試合に勝って俺は世界一の選手になる。そして父さんのサッカーの正しさを世界に証明してみせる。シュナイダーさん、気合入ってますね。目の光がいつもとちょっと違う感じですよ。ハイネ、俺も今日は人生最高にマジでいきますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。ああ、頼むぞハイネ。おいおい、二人だけで盛り上がるなや。ガルツさん。そうそう、シュナイダーだけにじゃなくて俺にもいいパスを頼むぜハイネ。前後のバランスは俺が取る。三人は心置きなく攻めに集中してくれ。ゴールは心配いらん。お前たちは点を取ることだけ考えればいい。ま、何かあったらわしもいるしよ。皆さんよし、みんな行くぞ。チーム全員で世界一を勝ち取るんだ。さあ始まります。第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝、日本対ドイツの一戦。超満員の場内はすでに試合前から興奮のるつぼと化しております。さらに未来のワールドカップ優勝国を占おうかというこの試合の模様は世界中に中継配信されており、まさに世界のサッカーファンが注目しています。今日勝って世界の頂点に立つのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツか、はたまた日本が生んだサッカーの天才児大空翼君率いる全日本ジュニアユースか。世紀の一戦は間もなくキックオフです。さあどっちが勝つのかな。予想ではドイツが断然有利だけどな。だが戦ってきた俺たちは知っている。日本には底知れない強さがあるんだ。おそらくどちらのチームも試合の最後の1秒まで気の抜けない試合になるだろうな。ロベルトさん、来てくださると思っていました。あなたは翼の件、翼をブラジルに連れて行ってくださいということを考えてくれましたか。ええ、でももう一人
翼をスカウトしたいという人がいるんです。アルゼンチンジュニアユースのバルバス監督です。はじめまして。じゃあ翼をアルゼンチンへ。ええ、この大会が終わり次第話をしたいと思っています。でも私たちは賭けをしたんです。賭け？そうです。日本が勝てばロベルトが、負ければ私がスカウトすると。じゃあ日本が優勝すればロベルトさんは翼をブラジルへ。はい、ありがとうございます。残念ですがバルバス監督、日本は勝ちます。え？日本は勝ちます。決勝戦いつ迎えても気持ちいいものだ。だって明日に力を残すことなく全てをかけて戦えるんだ。でも今日の決勝は今までの中でも一番大きい決勝戦だ。よろしく。いいゲームをしよう。うん、ベストを尽くすよ。まあ頑張ってよ。どれほど成長したか俺が見てやるからさ。ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。全日本対ドイツ。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、ドイツ4人で中盤を構成する形になっています。若き皇帝シュナイダー君を筆頭にキラ星のごとき才能がずらり、まさにどこにも隙のないパーフェクトなヨーロッパ最強軍団です。まもなくキックオフです。全日本、これはシュナイダー、君には負けない。翔翼、大空体ごとぶつかっていった。ここでチャンスを生かします。かわして振り切る。君に仕事はさせない。タックルも決めてきた。あっと奪い返した。かわした。その程度の足技に負けるか。待てよ、ルシボールを奪った。さすがにやるじゃん。ドリブルでボールを運ぶ。なんてテクニックだ。華麗な技だ。これは華麗に回転をかけたシュートだ。マガツー君、これをブロックに行く。ボールの勢いをうまく抑えた。ヒューガ君、これが大変なショットだ。体ごとボールにぶつかっていく。ヒューガ君、よし決めたぜ。よし行っけ。これがタイガーショットだ。行くぞ若林。来い、しないだ。よっしゃ。
が決まった。くそ、こんなところで。またよし、激しいタックル、行くぞ。ミサキ君、持ち前のテクニックを見せつける。挑戦的ドリブルで俺の勝ちだな。あの時の借りは返したぜ。ダメだ、ここは抜かせません。マサオ君、ボールを奪うことができません。なんだ、一人じゃ大したことないね。ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。シュナイダーさん、マサオ君、ボールダッシュ成功。いけ、マックス君、ボールを奪うことができません。チャージが決まった。はいね、マサオ君、ここは抜かせません。マックス君、このスライディングが決まった。ここは抜かせません。シュナイダー君、ボールを狙うも届かない。前半もすでに15分が経過した。ここからさらに白熱した展開が続いています。マガトゥ君、ここで止めた。マサオ君、カゾー、勝山君、パスを回せ。シュナイダー君、ボールを狙うも届かない。それ、ここはパスを出した。敵陣へ攻め込む。なんだと、ミサキ君、繊細なタッチでかわした。それと、これでスピードに乗ったと。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。パントキックで大きく蹴り出した。この次の技バトル、鋭いスライディング。わしの仕事、邪魔はさせんよ。ハリネズミの窓突破だ、うん、シュナイダー君、ボールを狙うも届かない。ハイヤー君、激しいタックル。ここはパスを出した。ミサキ君、俺には勝てないさ。スライディングで止めた。翼を下ろそろ。しまった、ボールは友達、渡しません。スピードに乗ったドリブル、ここから一気に攻め込みたいところ。タイガーショット、ここで乗せるぞ。強い、これがミューラー君だ。これはタッチを終わります。ドイツ、ここでスローインを得ました。カルツ君、ロングス、翼以外こんなやつか。激しいタックル、いけ。ミスギ君、体を反転させかわした。飛行機の華麗な技だ。それ一気に止める、スライディングで止めた。しまった、かわした。シュナイダー君、パスを出します。奪い返した。ミサキ君、繊細なタッチでかわした。鋭いスライディング、シェンタラ君、素早く横に倒す。体ごとぶつかっていった。ドリブルでゴール。マガトゥ君、ここは抜かせません。このパスは通らない。シュナイダー君、ボールダッシュ成功。ドリブルでボールを運ぶ。体ごとぶつかっていった。いいチームだ日本。翼だけじゃない、俺が3年前に日本で見ていた選手たちも大きく成長している。君たちも翼と共にあれからずっとサッカーを続けていたんだな。いい前半だったな。さすが決勝戦という試合だ。後半も楽しみだよ。ええ、決勝戦か。そういえば3年前の全日本少年サッカー大会では怪我した翼の足をマッサージしたこともあったな。できれば今もそばで何かアドバイスでも送ることができれば。ロベルトさん。はい。翼に伝言があるなら伝えます。俺のノートの52ページ目の項目、それを忘れるなと。52ページ目ですね。わかりました。みんな、素晴らしい前半だったぞ。君たちはもう私の想像のはるか上を行っている。ここまで来たらもう何も言うことはない。自分たちの持っているもの全てを出し尽くし、後半を戦い抜いてこい。いよいよあと後半を残すだけ。それでまたお別れだね、
翼くん。美咲くん。3年前にも同じことを言ったけど、勝って優勝してお別れしよう。うん。若林、沸かします。プレマッチでの借りは自分で返したかったが、後半戦俺の分も頼むぞ。シュナイダーを抑え切ってチームを勝たせてくれ。ああ、そして若島津の借りも俺が返してやるよ。若林、おお、頼むぞ。いいチームだ、全日本ジュニアユース。試合に出る者もベンチで待機する者も共に勝利を目指して戦うことに一丸となっている。こんないいチームが優勝できないはずがない。なあ、そうだろう、みんな。まだまだ中盤で持たせすぎだ。もっとチェックを早めにして前線につなぐんだ。ディフェンダーもタックルが甘いぞ。ゴール前まで持たせるな。その前に潰すんだ。は、はい。すみません、総務機にならないでくださいよ、監督。シュナイダー、今戦っている日本は強いんです。我々と同じレベルの実力と精神力を持った強い相手なんです。しかしドイツは負けるわけにはいかない。俺たちにはドイツサッカーの伝統の継承という目的がある。今まで築き上げてきた栄光の数々、その長い繁栄の歴史、そのドイツサッカーの歴史を日本にそうやすやすと変えさせるわけにはいかないんだ。そうだ、みんな。シュナイダー、みんな行くぞ。ヨーロッパの名誉にかけ、必ず優勝をドイツに持ち帰るぞ。くそ、俺のせいだ。俺がゴールを割られなければ、先生がこの場にいたら俺の悪い癖を、精神面の甘さを厳しく指摘されていただろう。こんな情けない姿を晒してしまっては、俺がこの大会に出ることを許してくれた先生に申し訳が立たない。ミューラ、シュナイダー、後半も頼むぞ。任せておけ、シュナイダー。日本にはもう一点もやらん。もうわずかの油断もしない。先生のため、ドイツの勝利のために、俺は後半も戦う。そういえばハイネの姿が見えないな。そういや、そうだな、どこ行ったんだ。まさかあいつ。あと少し、あと少しの我慢だ。俺のため、シュナイダーさんのため、そしてドイツの世界一のために。持ってくれよ、俺の足。やっぱりな、そういうことだと思ったぜ。カルツさん、こないだのブラジル戦で古傷を痛めたんだろう。無理しやがって。カルツさん、みんなには黙っていてください。何？俺はまだいけます。あのドイツの大会の決勝の時みたいに、俺の怪我でチームを負けさせるわけにはいかないんですよ。あいつめ、いい根性してるじゃないか。いよいよわしも勝負時かもしれんな。よし、時間だ。さあ行くぞ、みんな。勝って絶対に優勝するぞ。今の翼は全国中学生サッカー大会の決勝の時に似てる。あの時の翼は勝つことだけに執念を燃やして無茶なプレーを繰り返していた。今日もこの後そんな風にならなきゃいいけど。ロベルトがまだアメリカにいるのかどうか、この試合を見てくれているのかどうか、それは分からないけれど、
俺は必ず勝つよ、ロベルト。勝って優勝して、ロベルトの待つブラジルへ殴り込みをかけるんだ。翼。片桐さん。ノートの52ページだ。え、ノートの52ページ。では、また後でな。ノートの52ページ。まさか、ロベルトが。ノートっていうのは、俺が小学生の時にサッカーを教えてくれた元ブラジル代表の選手ロベルト本郷が俺のために書いてくれたサッカーに関するノートのことさ。ロベルトのノートの52ページ。それは、あ、そうか、そういうことか。わかったよロベルト、52ページの意味が。ノートの52ページ、そこに書かれていたのはサッカーの楽しさについてなんだ。ちょっと長いけど、それじゃあ。翼、なぜサッカーはこんなにも楽しいんだろう。世界中で最も愛され親しまれているスポーツ、サッカー。俺が思うに、それは最も単純で最も自由なスポーツだからじゃないだろうか。グラウンドに立てば監督からのサインなど何もない。自分で考え、自分でプレイする。何にも縛られることなく、他の10人の仲間たちとただ一つのボールを目指し戦うスポーツ、サッカー。サッカーは自由だ。グラウンド中央、ボールを持ったらどうする、翼。何をしてもいいんだ。ドリブルしても、パスしても、シュートしても、何もしないで止まってたっていい。パスだって、前にも横にも後ろにもどこだって OK。 それはドリブルだって一緒だ、翼。サッカーは自由だ。俺はそんなサッカーが大好きだ。だから翼にも、サッカーをやり続けるならば、誰よりもサッカーのその楽しさを愛してほしい。これがノートの52ページ目の内容さ。君もきっとサッカーが大好きだと思う。だからこのことをぜひ覚えておいてほしい。さあ、もう後半が始まる。行こう。全日本、この作戦指示が候補そうするか。行け。シュライダー君、パスを出します。ここでチャンスを潰します。美咲君、繊細なタッチでかわした。ここはパスを出した。美咲君、スライディングでカット。翼君、絶妙な連携プレー。僕たちならドイツにだって。美咲君、行くぞ。パスを回すよ。シュナイダー君、怒りの発進だ。ドリブルで突破。ドイツ、ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。チャンス、行け。ノートの52ページ。片桐さんにノートを見てもらったことはあるけど、ページ数まで覚えているはずはない。片桐さんが試合前にアドバイスを預かっていたなら、今になって言うのもおかしい。それに今のアドバイスは後半に臨む今の俺に必要なものだ。つまりロベルトは、ロベルトはこの試合を見てくれている。俺の試合を見てくれているんだ。ボールダッシュ成功。翼くん、いきなりエンジン全開だ。激しいタックル、これかわしてフリーヒッター。ゼロ、これは戦い方を変えてきたようです。翼くん、ボールは友達渡しません。
これは南米スキルドリブルだ。次々にかわしていく。これは南米スキルドリブルだ。ゴール前に持ち込んだ。パントキックで大きく蹴り出した。マサオくんボールを奪った。翼くん全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ちょっとやっちまった。ここはパスを出した。それカナダくん低い姿勢で吹き抜けた。ハリネズミのごとく全日本、これは戦い方を変えてきたようです。そこ君の動きは研究済みだ。そこ体を反転させかわした。翼くん、仲間は友達、渡しません。マラガツー君、ここはパスを出す。チャージが決まった。これは南米スキルドリブルだ。ヒューガ君、ここはパスを出した。シュートだ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。スライダー君、パスを出します。ソーダ君、ここはパスを出した。ミサキ君、そんなタッチでかわした。翼君、センターラインを越えて攻め込む。なんと三浦君、翼君のドライブシュートをいとも簡単に普通のシュートのようにキャッチしてしまった。ふん、大した威力じゃないな。さて次は誰が打ってくるんだ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ、なんと奪い返した。根性なんか通用するかよ。チャージが決まった。敵陣へ攻め込みます。よし、ヒューガ君、次々にかわしていく。シュートまで持ち込めるか。ヒューガ君、攻めてみるぞ。どうだ、これをブロックに行く。ブロックを突き破りゴールだ。見たか、これが俺の力だ。よし、くらえ。立ち下がるの、攻めて引き込む。どうだ、シュナイダー君、左へ預けます。それものともせず突き進む。スライディングで取れた。全日本、ここで作戦を変えてきました。行くぞ、一気に抜き去る。次々に変わっていく。もうあっという間に抜き去った。止められない。シュートまで持ち込めるか。タイガーショットボールを襲う。これはブロック失敗だ。パントキック、どこまで運べるか。ハイネ君、ロングパスを受けます。シュナイダー君、横にかわして突破。チャー君、ここは抜かせません。イスギ君、体を反転させかわした。シェスター君、このスライディングが決まった。マサオ君、激しいタックル。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。ボールは友達、渡しません。翼くん、目を閉じて攻めてくる。ヒットシュートを上げた。マイヤー君、このボールに立ちはだかる。全日本、ゴール前からどう展開していくか。正林君、ロングボールを送る。ロングパスだ。パスを受けた。いけたい。ヒューガ、全日本勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。制覇達成。勝った。優勝、俺たち勝ったのか。
翼くん。世界一だ。世界一になったんだ。今イレブンが翼くんの元に駆け寄ります。やったー、勝ったぞー。優勝だ、俺たちが優勝したんだ。全日本が優勝したんだ。翼、お前ってやつは本当にすげえやつだよな。こっちくしょうめ。石崎くん、そう、その通りだよ。これはみんなの力で勝ち取った優勝なんだ。世界一、俺たちの夢は叶ったんだ。よかった、サッカーをしてきて本当によかった。おめでとう日本。今日のところは素直に祝福しよう。優勝か、すごいや。さすがだぜ翼。日本、優勝にふさわしいチームだ。場内からもご覧の声援、拍手喝采です。負けたのか。負けちまったんだな本当にこいつはちっと答えるな。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。ハイネ、落ち着け。ハイネ、シュナイダーさん、俺悔しいですよ。世界一まであとちょっとだったのに。悔しがる前に、俺たちにはやらなきゃならないことがある。え？力の限りを尽くして戦った相手、日本を祝福しに行くことだ。それもスポーツの、サッカーの大事な一部だぞ。はい。はい。泣いています。全日本ジュニアユースの選手たち、思い思いの考えにふけっています。ジュニアユースワールドチャレンジ優勝、彼らは今世界一の栄冠に輝いたのです。まさに日本サッカー界の快挙。選手たち、これは嬉しいでしょう。おめでとう全日本ジュニアユース。優勝おめでとう全日本ジュニアユース。シュナイダー、誰も文句は言わない。君たちがナンバーワンだ。しかし悪いが、ユニフォームの交換は今回は見送らせてくれ。なぜなら俺たちの戦いは今始まったばかりだからだ。うん、次はワールドカップで会おう。ああ、今度は負けない。若林、この借りはドイツのリーグですぐ返す。ああ、しかし俺も負けないぜ。さあ行こうみんな。俺たちは正々堂々、持てる力を全て出し尽くして戦ったんだ。誰にも恥じることはない。胸を張って帰ろう。日本より一足早くピッチを去ります、ドイツジュニアユース。その準優勝チームドイツに、今健闘を称える拍手が場内から湧き上がっています。泣くな、みんな精一杯やったんじゃないか。この屈辱はこれからの君たちのサッカー人生で十分返せるものだ。くよくよすることはないぞ。このドイツジュニアユースというチームは今日でその役割を終える。が、しかし今度はユース、またはナショナルチームで
再び君たちが集まれるよう私は期待している。君たちの未来はこれからだ。この悔しさをバネにこれからもみんな頑張ってくれ。はい。さあこれより第1回ジュニアユースワールドチャレンジ閉会セレモニーが始まります。その栄光の初代王者日本が今大歓声に迎えられて入場です。振り返れば日本はここまで苦難の連続でした。プレマッチでは世界の壁にぶつかり、チームの雰囲気も決して良くなかったと聞きます。そして始まった大会の予選リーグも優勝候補に挙げられる強豪揃いのリーグに入り、厳しい戦いを強いられました。その予選に勝ち残って臨んだ決勝トーナメントでは、南米の雄アルゼンチンと欧州の伝統国フランスを激闘の末に下し、そして今日優勝候補筆頭のドイツに勝ち、ついに栄冠を手にしたのです。この厳しい戦いに勝利することができたのは、選手たちのピッチ上での懸命なプレーだけが理由ではありません。試合に出ている選手も出ていない選手も、チームの全員が世界一への熱い思いを抱き、一丸となって戦ったからこその結果なのです。全日本ジュニアユースの優勝、それはまさにチームワークの勝利です。優勝チーム代表大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました、日本ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。え、スピーチって言われても困ったな。翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。うん、皆さん大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。そして注目の大会 MVP は、日本に彗星のごとく現れたゴールデンルーキーだ。やったじゃないか、お前ならやれるって信じてたぜ。 MVP おめでとう。この大会は俺も君に引っ張られたよ。これからも一緒に日本のワールドカップ優勝を目指して頑張っていこう。俺たちの大きな夢はまだまだこれからさ。そして今大会の得点王は、日本、いや世界の猛虎、日向小次郎くんだ。おめでとうございます、日向さん。日向さんなら絶対にナンバーワンになれるって信じてました。ああ、ありがとうよ。だが俺の夢の第一歩に過ぎない。背番号9を背負って世界一のエースストライカーになるその日まで俺は走り続けるぜ。翼くんの見事な優勝スピーチの後は、全日本ジュニアユースチーム選手たちのビクトリーランです。おめでとう、ロベルト。悔しいが賭けは君の勝ちだ。ん？ロベルトは？あれ、さっきまでそこにいたんですけど。網膜剥離という目の病気で、俺の人生の全てだと言い切れるサッカーを断念せざるを得なくなったあの頃、俺はショックから生きる気力を失い自暴自棄になっていた。そんな時、俺は日本で翼、お前に出会った。
俺は翼にサッカーの技術を教えた。そして代わりに俺は翼から夢を持ち生きることの素晴らしさを教わった。サッカーができなくてもサッカーを教える喜び、素晴らしさ、それを翼のおかげで知ることができたんだ。それなのに俺は全国大会に優勝したらサッカー王国ブラジルへ連れて行くという翼との約束を破ってしまった。許してくれ翼。俺はあの時まだそこまでしてやれる自信も勇気もなかったんだ。しかし今はロベルトさん、片桐さん、翼に会ってくださるのですね。はい。ではこれをどうぞ。ロベルトさんの情報を登録した ID カードです。ロベルトさんの所属チームに事情を説明し、チームから正式に申請してもらって発行してもらいました。このカードがあればピッチに降りることができます。その手配を片桐さんが。はい、翼よろしくお願いします。ありがとう。ビクトリーランを終え、選手たちがベンチ前まで戻ってきました。さあみんな引き上げるぞ。宿舎に帰って祝勝会だ。おう！あ？ロベルト。翼。ロベルトだ。なんでここに。翼くん。優勝おめでとう翼。見事だったぞ。ロベルト。目は大丈夫なの？ああ、大丈夫だ。ロベルト、俺、中学を卒業したらブラジルへ行くんだ。ああ、ブラジルで日本から送られてきたお前のビデオを見た。そして今日は、この目ではっきりお前のプレイを見た。ゲームを組み立てながら得点を狙うプレイ、そしてチームをまとめるキャプテンシーも、どれをとっても本当に見事だった。よくここまで成長したな翼。ロベルト。お前の世界一のサッカー選手になる夢、俺にも手伝わせてくれないか。ロベルト。じゃあまたロベルトのサッカーを教えてくれるんだね。もちろんだ。俺ずっと信じてた。サッカーをやってれば、サッカーをやって上手くなれば必ずロベルトに会えるって。ただいま。おいおい、ここは家じゃねえんだぞ。おっと、そうだった。でもつい行っちまうんだよな。気持ちはわかるぜ。もう長くここにはお世話になってるからね。家みたいな気分だよ。けど明日にはもう日本に帰るんだよな。そうか、もう明日か。せっかく毎日楽しかったのに、また離れ離れだと思うとやっぱりちょっと寂しくなるね。でもきっとまた会えるよ。サッカーを続けていれば必ず。うん、そうだね。だからこそ今晩は祝勝会を思いっきり楽しみましょう。お前、こんな時にまで勉強のこと考えるか。今日くらいは勉強を忘れてもいいんじゃないかな。心配だったら明日の帰りの飛行機の中で勉強を見てあげるよ。それじゃ祝勝会会場へ突撃。父さん、ごめん。俺は世界一になれなかった。父さんのサッカーを世界に証明することができなかった。これは父さんから。もしもし、
父さん。カール、試合見ていたよ。惜しかったな。うん、ごめん。俺、いいんだカール、お前は精一杯戦ったじゃないか。今日の借りは次の機会に返せばいい。お前は若いんだ、まだチャンスはいっぱいあるさ。うん、それに優勝してしまったやつより2位の方が期待外があるってものだ。え、実は今度カールと同じチームにわしもコーチとして行くことになった。本当に父さんがバイエルンに？ああ、バイエルンの監督フェルスターが誘ってくれたんだ。監督が？カールが頑張っているんだ、わしも負けていられない、そう思ってな。だからバイエルンでは一緒に暮らそう。母さんとマリーと家族でもう一度一緒に。父さん、本当に今まですまなかった、ありがとうカール。シュナイダーさん、よかったですね。どうやらシュナイダーの悩みは解決したみたいだな。カールさん、いきなり驚かさないでくださいよ。というかカルツさんも気づいてたんですね、シュナイダーさんのこと。あったもうよ、わしとやつの付き合いは長いんだぜ。幼なじみでずっと同じチームですもんね。そりゃそっか。ところでわしらは明日ドイツに帰るが、お前さんはどうするんだ？俺はアメリカに残ります。足の怪我が再発しちゃったんで、もう一回治療しないと。あのリハビリまたしなきゃなんないのか、めんどくさいな。仕方ねえだろ、自分で選んだ精一杯のプレイの結果なんだ。まあ覚悟はしてましたからね。地道に頑張りますよ。でも俺が帰らないとドレスデンで待ってるファンの女の子たちが悲しむだろうな。お前さんが帰った頃にはそのファンもシェスターに夢中になってるかもしれねえぜ。カルツさん、微妙にありそうなこと言わないでください。ま、頑張って治療しろや。そしてまた代表で会おうぜ。ええ、また必ず。明日の練習メニューはこれでいいかな。練習メニュー作り付き合ってくれてありがとう。たけし、元気か？ヒューガさん、後頭部のサッカー部の練習が早めに終わってな、ちょっと時間ができたから来てみたんだ。どうですか後頭部の練習は？どうってことはないな、俺や若島津ソリマチには物足りないくらいだ。さすがですね。今年の全国中学生サッカー大会、東邦学園の V2 がかかってるからな。たけしもお前も頑張れよ。はい、必ず V2 達成します。
やあ、お邪魔するよ。片桐さん、今日はどうしたんです？近くまで来たから視察がてらちょっと寄ってみたんだ。ヒューが、高校サッカーの中心は間違いなく君だ。黄金世代の伸びは君が彼らの前に立ちはだかれるかどうかにかかっている。頼んだぞ。任せてください。翼のいない日本で俺は誰にも負けるつもりはありません。ああ、期待している。今年の全国中学生サッカー大会は君と沢田、君たちが中心になるだろう。だが新田や佐野、他にも日本中の選手たちが君たちを超えようと必死に努力しているはずだ。彼らに負けないように頑張れよ。はい、頑張ります。それじゃあみんな、またユースの大会で会おう。